はようございます、じゅんです。カイトです。今日はカイトくんと初めて2人でラウンドします。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。おー、よいしょ、ナイス。ナイスキックですね。いい感じ。力を抜いてね。よいしょ。ナイス。フライ通りにね。うん。いいんじゃない？今打てたやつちゃんとね。うん。良かったと思う。うん。テイクバックこうなってた。そういうのも分かるってセンサーですよね。だからちょっとこう我慢して。我慢してあげたの。さっきまでこうなってたの。うん。わかり。良くなったの？そう。ドライバーから直した。1打目それ。うん。すごいね。おっ。早いな。早い。やっぱ突っ込んじゃうとね。そういう感じ。うん、青木純がここからどういう風なイメージで打つか。うん、ちょっとレッスンしてもらいましょう。こういう場合のアプローチを、こういう場合は落とすところだけ私はいつもイメージして、この辺かな、ここら辺に落としたいです。上に落とすイメージで、はい、あとはもう打つだけ。あとは打つだけで、気をつけてるのは見てだいたいこんぐらいかなって決めるじゃん、うん、で、それを変えないこと。やっぱりこんぐらいかなって思っても最初の思ったことから変えないってこと。そうそうそう。で、打つときになんかちょっとやっぱ強く打とうかなとか、なんかもうちょっと弱いかもみたいに考えることない？ある。あるでしょ。でも多分そうするとだいたいオーバーしたりとかチョロとかしちゃうから、もうこれぐらい打つって決めたらパンチ入んない。入るときあるんだけど、パンチ入んないようにこの距離をしっかり打つみたいな感じかな。58度で、58、これはね構えるでしょ。ボールの左側を見るようにしてるの私は、こっち側。だいたいこっち側見がちだと思うんだけど、一般人は一般人でもボールの手前を打とうとすると絶対ダフるから、だから左側をよく見てここに向かって打つって感じです。さあ、それでは実践してもらいましょう。実践編です。多分距離はこんぐらいね、はい、多分。でもこれはもう結構適当、私は。で、ちょっと失敗しそうになるけど頑張るね。お、言った通り落ちた。でも全然曲がんなかったね。いやでもすごいね。言ったところに打って、うん、言った通りに行って、ちょっと左だったってだけで狙いが完璧。こうなると思ったんだけど、うん、なんなかったから、まあこれはそんな寄らなかったけど、イメージで打ったからいいかなっていう。で、距離もぴったりだし、うん、今でもやっぱちょっと家に行きたいなとか思うと、絶対打つ瞬間にパーンってやるでしょ。うん、そうするとどっか行っちゃうから、それは今しないように気をつけて打ちました。はい。はい、以上、青木純によるアプローチ講座でした。はい、また次回お楽しみに。楽しみに。さあ、バーディーパット。さっきアプローチ結構早くてここまでできちゃった。そうね。よし、ナイスバーディー。取られた。取られた、俺のバーディーが。今日いい感じですね。パターがイメージ通り打ててる。あー、よかったのに。ナイス、これも助走つけたのに。ナイスパーってやりたかったのに。残念。残念。パーです。間違えた、ボギーです。よし、うまく打てますように。おお、また握りか。ナイスじゃん。もうなんか大丈夫そうな雰囲気は。普通のウッドみたいに打てばいいのかな。そうそう、ウッドみたいに打つイメージ。当たる気がしないよ。来ます。
おお、完璧。そういうことよ。できた？うん。いいね。いい？うん。意外に当たったね。見た？いや、うまい。ナイスです。女の人でこれ成功した人見たことない俺。そうでしょ。本当。やる人がいないだけじゃなくて。いや、結構みんなにやらしてるけど。そう。できない。できない。プロも？うん。マジ？センスありじゃ、ありありんじゃない？パンツでします。自画ドラのコツはやっぱ当てに行かないことです。スイングの中にボールがあるっていうことを意識に持ち続ける。うわすごっ。あー、ちょっと右出た。当たるんだね。あ、来た来た。はい、これが自画ドラです。なるほど、素晴らしい。私もやってみていいですか？どうぞ。どうやって映った？もう当てに行くイメージをなくす。スイングの中にボールがあるってイメージ。青木純の直ドラ、いきます。惜しい。惜しい。けど当たる。そのうち当たりそうだね。当たりそう。前に打とうと思った。5番ウッドで打ちます。はい、うん。ダフってる。乗った。ナイス。ダフらせながら打った。ワンタッチ。あ、なるほどね。で飛んでったんだ。いやー、飛んでますね。なんでかというと、このオフに。もう本当にトレーニングばっかしてたんですよ。したら暖かくなってきたら、そのオフのトレーニングの効果が出たみたいで、飛距離がわからないぐらい飛んじゃってますね。アイアンも飛ばないアイアンにしてにもかかわらず前より飛んでます。だって220ピンまで224ヤード、風上げで4番アイアンで240ぐらい飛んじゃってんのよ。まあまあ、グリーンが桜だらけ。うん、すごい、ね、速いからそんなに突っ込まないようにして。うわー、めっちゃ速いじゃん。マーク何色のマーク？白のマーク。やばい、私も白だ。あ、当たった。どこ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 。あったあったあった。桜でもここにマークがあるんだけど、桜で分かんなくなっちゃった。すごいねこれ。よし、これ入れてバーディー取ろう。あー、惜しい。惜しい。まっすぐだ。まっすぐだね。すごい。桜すごいね。すごい。めっちゃ風がPV みたいになってます。どうぞ。いい。俺あれじゃない AKB 系の。何これ分かんない。ダメね。ナイスパー。ありがとうございました。ナイスパーです。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、青木純見くびってました。めちゃめちゃうまい。そんなに？え、うまくない？本当？まあねでしょ。まあね。お疲れ様でした。今日ね、初めてね。初めて。カイト君とラウンドしたんですけど、はい、どうでしたか？逆にどうでしたか？あ、いや、すごい飛ぶし、あと、まあ、ゴルフ自体、というかゴルフにすごいやっぱ余裕があるのか、やっぱかっこいいなと思いましたね。ちょっと照れちゃう。なんか、普通に。え、なんだろう、スタイルもいいでしょ？なんかすごいゴルフしててかっこいいなと思いました。 ありがとうございます。言ってもらえたなら。しかもなんか距離も毎回測ってくれるし、いつもこうアドバイスしてくれるからすごいやりやすかったです。よかったです、はい、そう言ってもらえて。おしゃべりもね上手だからね、
喋っててなんか止まらないというか。どう、それいいの悪いの？まあいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、どうでしたか？そうですね、はい、やっぱ世界の青木さんはでも本当思ってたよりもゴルフ上手いし、うん、感覚がすごくちゃんと自分の感覚を持ってて、なんか本当になんか趣味でゴルフやってんのかなぐらい、うん、なんかちゃんとしたゴルフをしてるように僕は感じましたね。あ、嬉しい。なんかちゃんとしたゴルフって言い方したらなんか失礼なのかもしれないけど、うん、なんかすごく頭も使ってゴルフをしてるなと思って、そのアプローチとかもすごい繊細な技も上手でしたし、もっと練習すればもっと上手くなるなこの人みたいな、客観的に見てなんですけど、すごく思いました。ありがとうございます。またラウンドしましょうね。一緒にラウンド、動画でも動画じゃなくても、うん、しましょう。うんうんうん、多分ね、すごい面白い動画とか撮れる気がする。確かに。で、今度あるね、かっこいい、かっこよくしてみたシリーズ。そうそう、青木純をかっこして、かっこしてかっこよくしてみたシリーズね。はい、素振りとかもすごいだるそうとか言われる、ね、そうそうね、だるそうに素振りするからね。ね、私は結構本気であれはやってるんだけど、そういうのとかをどうしたらプロゴルファーっぽ くプロっぽくなるか。技術はもうアマチュア以上なんで。ありがとうございます。もうそういう仕草もプロに近づけてみましょう。はい、はい、みんな私はヘラヘラさ、ただゴルフしてるだけだと思ってるんですよ。きっと、きっとね。正解だと、正解だと思う。じゃあ皆さん、次の動画も楽しみにしてください。はい、はい、ありがとうございました。